る。はい、ということで MJ マリオチャンネルの MJ です。本日は2022年夏に発売されるレゴスーパーマリオの新商品紹介していきたいと思います。マリオチャンネル、マリオチャンネル、マリオチャンネル。ここで MJ マリオチャンネルの紹介です。 MJ マリオチャンネルではレゴマリオ、ゲーム実況、マリオのアイテム、おもちゃ、お菓子などを紹介しているチャンネルです。もしよかったらチャンネル登録して僕の動画見てください。では本編いきましょう。どうぞ。はい、ということで2022年夏に発売されるレゴスーパーマリオの新商品紹介していきたいと思います。はい、ということでレゴ公式から新商品の発表がありました。しかも昨日出したあの動画の後のすぐでございました。何なんだろうね。はい、ということで公式から出た情報がこちら。新しく新商品が7種類登場することが決まりました。これを一つ一つ紹介していきたいと思います。まず最初はこちら、レゴピーチ登場となっています。ピーチと冒険の始まりスターターセット354ピース、価格が7480円です。発売日が2022年の8月1日となっています。ここで登場するキャラクターも一緒に紹介していきたいと思います。まず最初に登場するキャラクターがこちら、レミーです。コクッパ七人衆の一人となっています。事前に出ていた情報には一切出ていなかったので、まさかここで登場するとは思いませんでした。次のキャラクターはこちら。はい、ということでバブルでございます。バブルはいろんなセットの中にちょこちょこ出てくるキャラクターなのですが、とても可愛らしいのでどこに入っててもいいのかなと思いました。では続いてのキャラクターはこちら。はい、ということでキノピオでございます。キノピオも出てきているのですが、黄色いキノピオは今回が初めてだと思います。はい、ということで今回のスターターセットに入ってる新しいギミックも一緒に紹介していきたいと思います。入っていたギミックはこちら。はい、ということでブランコが入っていました。あとはですね、この赤い果物、リンゴかな、リンゴみたいなギミックも一緒に入ってました。一番目を引いたのはプレゼントみたいなギミックが一緒に入っていました。ピーチ姫が冒険をしていく中でゲットできるものなのではないかと思われます。はい、ということでピーチと冒険の始まりスターターセット紹介してみました。続いての商品はこちら。はい、ということでピーチ城登場となっています。ピーチ城チャレンジ、ピース数が1216ピース、価格が15480円となっています。発売が2022年8月1日となっています。はい、ということで一緒にキャラクター紹介もしていきたいと思います。まず最初のキャラクターがキノピコとなっています。とても可愛らしいキャラクターですね。次のキャラクターがこちら、ルドウィックとなっています。コクッパ七人衆の一人です。過去の作品で見てみるとラリー、先ほど紹介したレミーに次ぐ3人目のキャラクターとなっています。続いてのキャラクターはこちら、クリボーです。今回はケーキの中に隠れているような可愛らしいクリボーとなっています。続いてのキャラクターはこちら、ボム兵です。ボム兵もいろんなセットの中にちょこちょこ出てくるキャラクターですが、バブルと同じく可愛らしいキャラクターなのでどこに入っててもいいのかなと思っています。続いてのキャラクターはこちら、クッパです。過去のセットでクッパが出ていたので、まさかここで出てくるとは思いませんでした。はい、ということでピーチ城紹介してみました。かなりボリュームの詰まっているすごいセットとなっています。では続いてのセットも紹介していきます。次はこちら。はい、ということでブーメランブロス&ガボンということで、デカガボンと雲の上チャレンジ、ピース数が540ピース、価格が8280円となっています。発売日が2022年の8月1日、同じ発売日ですね。はい、ということでデカガボンと雲の上チャレンジ紹介してみました。デカガボンの他にもブーメランブロス、パックンフラワーが入っているようです。では続いての商品を紹介していきます。続いての商品はこちら。はい、ということで猫ピーチ登場となっています。猫ピーチパワーアップと凍った塔チャレンジ、ピース数が494ピース、価格が9980円となっています。発売日も同じく2022年8月1日となっています。ここでこの中に入っているキャラクターも一緒に紹介していきたいと思います。まず最初のキャラクターはこちら、カメックとなっています。
カメックは前回の乗り込め飛行戦艦チャレンジで登場しましたが、今回で2度目の登場となっています。続いてのキャラクターがこちら。はい、ということでキノピオとなっています。ピーチ城の方でキノピコ、凍った塔チャレンジでキノピオが入っていますので、2人を揃える場合は両方を買う必要がありますよ。続いてのキャラクターはこちら、ネコクリボーとなっています。スーパーマリオ 3D ワールドで初めて登場したネコクリボーが今回のセットで入っています。凍った塔チャレンジの目玉は今回はこれです。ネコスーツ、ピーチ姫のネコスーツが今回は入っています。はい、ということで凍った塔チャレンジ紹介してみました。まだわからないギミックだったり、可愛らしいキャラクターも入っていたり、猫スーツもあったり、盛りだくさんのセットとなっています。続いてのセットはこちら。はい、ということでヨッシー&チョロプー登場。ヨッシーとワクワク贈り物チャレンジ、ピース数が246ピース、価格が4280円となっています。発売日も同じく2022年8月1日発売となっています。細かなギミックがたくさんついていて面白いセットとなっていますよ。続いての商品はこちら。はい、ということでチョロボン登場となっています。空の上のチョロボンチャレンジ、ピース数が154ピース、価格が3280円となっています。発売日も同じく2022年8月1日発売となっています。左に見えるオレンジ色のキノコの部分を踏んでチョロボンをひっくり返すというギミックがついています。続いてのセットはこちら。はい、ということでクリボー登場でございます。クリボーの靴、ピース数が76ピース、価格が1180円となっています。発売日も同じく2022年の8月1日となっています。1988年に発売したスーパーマリオ3で初登場した靴がレゴで再現されて登場となっております。はい、ということで新商品7種類紹介してみました。8月の1日が楽しみですね。マリオチャンネル、マリオチャンネル、マリオチャンネル。はい、ということで今回は2022年夏に発売されるレゴスーパーマリオの新商品紹介してみました。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。以上 MJ マリオチャンネルの MJ でした。バイバイ、ヤッホー。